こんにちは、デリッシュキッチンです。ポテサラインハンバーグを作ります。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。じゃがいも1個は一口大に切り、水に3分さらして水気を切ります。耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで4分加熱したら熱いうちに潰しましょう。粗熱が取れたら塩コショウ少々、マヨネーズ大さじ2を加えて混ぜ、コーン缶 20g を加えてさらに混ぜます。2等分にし、とろけるチーズ2枚に形を整えて包みます。ボウルにパン粉大さじ2、牛乳大さじ1を入れて湿らせ、合いびき肉 150g、 玉ねぎ、塩小さじ1/3、胡椒少々を加え、粘りが出るまでよくこねます。2等分にしたら丸めて広げ、ポテトサラダを包みましょう。丸く形を整えます。フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて熱し、肉を入れ中火で焼きます。焼き色がついたら裏返し、全面に焼き色をつけます。蓋をして弱火で5分焼きましょう。火が通ったら取り出します。同じフライパンにケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ2を入れ中火で熱し、ふつふつとしたら火を止めます。バター 10g を加えて溶かし、ハンバーグにかけたら完成です。切ってびっくり、ジューシーなハンバーグ、ぜひお試しください。